何がだ。決めた。何を。結婚は明日。総一、あんた手伝ってね。だから何を。引っ越し。どこからどこへ。私の部屋からあんたの部屋。念のためにお伺いしますが。何。誰が。私に決まってんじゃん。あんたバカ。バカ。だからシャスキ様のおっしゃってることがさっぱりわからないのです。バカの方が使い勝手がいいよね。バカとなんとかは使いようって言うし。ハサミは隠さんでええ。うるさいな。っていうかお前一体何を考えてるんだ。ここは俺の家だ。俺の部屋だ。 It's my best place。なんでお前にぶんどられなきゃならないんだ。ぶんどるなんて一言も言ってないじゃん。あんたが住んでなきゃ意味ないよ。はあ？さつきさん、何をおっしゃってるか分かってます。さっきの当たりで脳がどうにか。おう、脳。やっぱり不憫なことをした。人が頑張ってギャグ言ってんだから笑いなさいよ。そればかりはいくら銃で脅されても無理。こんなこと言ってる場合か。一体何のためにだよ。一緒に住むの。はあ。なぜ。あんたの監視に決まってんじゃん。決まってんじゃんって。私のいない間に警察に駆け込まれちゃ困るし。あんたの方がバカだ。何よ。そんな非現実的なことできるか。考えてもみろ。24時間張り付いてるつもりか。風呂もトイレも。風呂は一緒に入るとして、トイレは勘弁してくれ。まあトイレもショーまでなら。何言ってんのよ。こんな部屋ならここで様子わかるじゃん。音聞いて楽しむのか、マニアね。誰があんなことするか。とにかくそんな細かいことはどうでもいいの。あんたは今日から私の監視官に入る。その一環として明日引っ越し。そんなむちゃくちゃな。さつき、悪いことは言わないから頭を冷やせ。それじゃさっき真剣に話し合った意味が全くないだろ。いいか、俺はお前のことは絶対に。うっさいうっさいうっさい。完璧に信じられないことにビクビクおたつくのなんか嫌なの。なんでお前の精神安定のために俺の生活が脅かされなきゃならんのだ。俺の精神が不安定になるだろうが。別に脅かしはしないよ。私うるさくもないし臭くもない。ペットじゃあるまいし。いいかさつき、よく聞け。俺は男だ。そんなこと見りゃわかるよ。お前は女だ。そのつもりだよ。それもお互い6歳でもなければ80歳でもない。いい年頃の男の子と女の子だ。何が言いたいのよ。そんくらいさせ。何？それが何か問題？お前な。なーに、ひょっとしてエッチなこと考えてる？いや、俺はお前の立場に立って。あたしそんなことしないよ。いや、そういうことを言ってるんじゃない。じゃああんたがするの？いや。どっち？いや。いやじゃわかんないよ。
何？私に呼ばいかける予定があるわけ？予定って言われりゃないけど。だけどな、サツキ、俺もその男だからだな。ムラムラ来ちゃう？来ない。失礼ね。来た方がまずいんだろ。お前、その無茶苦茶な論理回路なんとかしろ。でもよかった。一瞬ドキーとかしなかった？セクシーすぎて。タクシーすぎて乗車拒否。死ぬ。いやだ。おい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 、それ本当にマジなのか？いつも通りの下手くそなギャグじゃないのか？ごめんね、ギャグが下手で。本当に本気、マジもマジだよ。ちょっと勘弁してくれよ。何なんだよそれ。しょうがないな。家賃半分、家事もしてあげる。それでどう？家賃半分？あ、総一、それは欲深いよ。二人なんだからマックス 50% じゃん。違う。家賃ってお前いつまで住むつもりだ？大丈夫、探し物が見つかったら出てくから。探し物って何なんだよ。言えない。見つけにくいものか？うん、もう2年も探してる。いつまで探す気なんだよ。見つかるまでって言ってるでしょ。んじゃ見つからなきゃ10年でも20年でもここにいるつもりか？うん。うん。わかった、サツキ、お前実は。何を？俺に呼ばわれたいんだな。なわけないだろ。おんでパカパカ殴りやがって。本気の俺の怖さを見せてやる。そんなに襲われたいなら今ここで襲ってやるぜ。殺す。嘘。命が惜しくないなら好きなだけ襲ってくれていいよ。惜しいです。サツキさんの体なんかより自分の命の方が何百倍も惜しいです。わかればいいのよ。わかれば。ん？とりあえず銃を下ろして今日はもう寝ましょう。サツキさん、もう5時です。朝です。それもそうだね。たまにはいいこと言うじゃん、ソイチ。俺、お前よりは頻繁にいいこと言ってるつもりだけどな。寝る。バカ、いきなり一緒のベッドで寝ることはないだろ。バカはあんただ。あんたはどっか別のとこで寝るの。どっか別ってどこ？自分で考える。それは俺のベッド。今日から私のベッド。なぜ？レディーファースト。レディー？誰が？シーツ下ろしたてじゃない。そいつ割とマメだね。じゃあおやすみ。お、いいのあるじゃない。安心安心。ふわ。アホかお前は。誰のせいで。ん？サツキ？
もう2年も探してる。寂しかったのかな。おや、総一からかい。どれどれ、この時間ならいつもはてるってるのに今日はメール。ん、話題の何も取らない泥棒発見。へえ、あいつも変わった人間を吸い付ける男だね。おやおや、古美術界の例の件をトレース続行。例の、ああ買い占めのことかだよ。タンカーもやれ、泥棒もやれ、古美術もやれ、たく人使いのあれ。ま、でもやつ残ったからなんか直感ビビッときたんだろうな。へいへい、了解と。おや、もう一本。なになに、なんだこれ。今さらどうしてこんなことを。あ、はっはー、総一もそういうお年頃になったか。ふーん、いいことだね。しかしお相手が、いやいや、こないだからなんか変だったね。ま、正直お似合いだぜ。ふーん、よし、任しときな。おしめのブランドまでバッチリ調べてみせるぜ。あ、違う。そうだそうだ、昨日、そうだそうだ。
総一、総一。総一ってば。総一、起きてよ。総一、総一。起きないよ。で寝るな。むにょむにょじゃない。あ、起きた総一。それはこっちのセリフだ。なんでこんな朝っぱらから無理して起きてるんだお前。朝ごはん作んなきゃダメじゃない。昨日みたいなスペシャルな日の翌日くらい、そういう細やかなしかし平和で幸せな日常から一歩踏み出す勇気を私にちょうだいとは思わないのか。わけわかんない。すまん、朝から飛ばしすぎか。お弁当も。だから今日はいいって。あんたにゃんかどうでもいいのよ。ゆかりが待ってる。ゆかりだって、訳を話せば分かってくれるさ。どういう訳を話すのよ。総一くんと一夜を共にしたらお寝坊さんしちゃった。スクール。なんだ、事実だろうが。朝から元気ね。朝から病気よりはいいよな。総一は万年病気だよ。とにかく買い物行こうよ。冷蔵庫何もない。買い物？こんな朝っぱらからか。本当に何もないか。ごいしょっと、チーズ牛乳と脱臭剤、どっちが朝食向きかな。だから作らなくていいって。必要以上に大量のおこんにゃく。変な誤解すんなよ。それはこないだすき焼きを作った時に買いすぎて。変な誤解？わからなきゃいい。こんにゃく尽くしか。悪くないけど他の材料も何もないからきついな。こんにゃく尽くし？そんなことできるのか。もちろんヘルシーだよ。へえ、そりゃすごいな。じゃあそれは今度やってもらうことにして、今日のところはファミレスでモーニングかファーストフードと行こうぜ。しょうがないな。まあ制服も取りに帰らないとダメだし。制服ならあるぜ。あ、私の？そんな手品使えるか。俺のだ。はあ、それをどうしろって言うのよ。女子が男子の制服を着て登校してはいけないという校則はない。お前ならきっと似合うぜ。分かったわ。あんたの制服借りることにする。じゃあ総一はどうするの？お前の制服を借りる。じゃあ私の家まで来てよ。着付けしてあげる。そうするか。あー、めんどくさ。ひどい朝。総一、あんたね。なんだ、こんな美少女が起こしてあげたんだからいい朝って言いなさいよね。とでも言うつもりか。それならほっぺにチューでもしろ。
それは明日してあげるから、とりあえずズボン履いてよ。言われなくてもこれから履くが。何か、はあ、裏若き乙女の目の前でパンツ一丁になれるなんて信じられない。しかも趣味の悪い。趣味はともかく間違えるな。俺はパンツ一丁じゃない、 T シャツ着てるだろ。それに乙女って誰なんだ、この部屋に乙女なんて。そう何度も何度も触りまくられてたまるか。触りたければ金を出せ。誰が触りたいか。じゃあ俺が金を出すぞ。出すな、このスケベ親父。触りたがる割には見たがらないとはどういうことだ。さては現物を見たことないな、お前。当たり前じゃん、何がははなのよ。よしよし、それでは見せてやろう。ほらほら、出てけ。俺の家だ。あんた本当に元気ね、普段と全然違うじゃん。普段からこんなもんだ、お前こそ元気じゃないか。それだけが取り柄だからね。いや、サツキの取り柄はそれだけじゃないぞ。ドケチ、泥棒、どんくさい、ドドドンと三拍子揃ってる。早く服を着る。陰も踏んで割と綺麗にまとまったけどスルグですか。あんたやっぱバカだね。何が。制服着ろ、制服。ああ、あまりにもいつもとリズムの違う朝なので、てっきり休日気分で。こりゃ湿気。ふう、やれやれ、あんたといるとくたびれるわ。それはこっちのセリフだ。あ、ここから直行なら風呂入らなくていいのか。覗いてやるぜ。お風呂？ああ、いいぜ、使っても。覗いてやるから。向こうの家でシャワーする。遠慮するなよ。覗くから。着替え、ないし。そうか。またパンツ一丁になるけど、いいのか？ならずに着替えられるならやってみせてよ。これがゆかりたんならきっと。きゃ、あっち向いてる。とか可愛くのたまうんだろうな。ゆかり、あんたにだけはえらく気を使うからね。そうなのか。うん、好きなんじゃないの。知らないけど。あんたは？まあ少なくとも嫌いじゃないけど、いきなりそんなこと聞かれても。そうだね、でもゆかりは人気バカ高だから、欲しいならぼーっとしてると誰かに取られるよ。いや、まあその俺なんかよりもっといい男はいっぱいいるだろう。そうだね。そこは否定しろよ。嘘は嫌。もう泥棒のくせに。
行くか。顔を洗わないの？ファミレスでおしぼりが出るだろう。歯は磨かないの？昨日の朝磨いた。トイレは？3年ぐらい大丈夫。宗一って変わってるね。お前ほどじゃないさ。不潔。待たせたらあかん思って急いでやってんだろうが。感謝しろ感謝。省略していいことと悪いことがあるわよ。待っててあげるから早くしなさい。えい。ハンカチ持った？2週間前からずっと持ってる。買えんか。花紙は持ってる？ティッシュって言え。お待たせ。待ちくたびれたよ。こういう時は今来たとこって言うの。何言ってやがんだ。荷物それだけか？うん、全部。簡単だな。シンプルライフと言ってよ。行くか。荷物、持ってくれないの？なんでんなことせにゃならんのだ？ケチ。お前ほどじゃない。私、金離れはいい方だよ。金遣いが荒いの間違いだろ。いいじゃん、重いんだから持ってよ。もはや何の論理性もないな。しょうがねえ、こっちなら持ってやる。悪いことは言わないから荷物持った方がいいよ。んで？この絵はきっと周りから見てかっこ悪いと思うよ。彼女に重い荷物を持たせて
自分だけ軽いカバン2個っていうのは。彼女って誰だ。彼女って周りから見て。その昔、クライブという天才サッカー選手がいてな。またなんか変な例え話でごまかす気でしょう。そうはいかんぞ。彼は試合後、自分の彼女に重いカバンを持たせて平然と家路に着こうとしたんだ。その様子をマスコミに捕まって曰く、私は試合で疲れているのだから彼女がカバンを持つのは当然だ、亭主関白大宣言。これぞ男の鏡だね。ふんふん。で、そいつは何の試合したの？カバディ。大きな試合？バングラディッシュ全国選手権決勝。えい、貸せ。じゃあカバン持つよ。いらん。意地張ってないで、ほら。バカめ。この絵はきっと周りから見てカッコ悪いと思うよ。彼氏に荷物全部持たせて手ぶらで歩く高飛車昭和女。こんな朝っぱらには誰もいません。のくそ。その彼女、クライブさんの奥さんになったんでしょ。お、なぜオチを知ってる。だからそんなことができるのよ。そんなもんか。そんなもんよ。愛あればこそ。愛か。ちょっと待て、俺にはない。朝ごはん。またんか、こら。おいしい、おいしい。朝お風呂に入ると気持ちいいね。朝ごはんも美味しいし。朝食べるにはここは味が濃いと思うけど。まあね。でも美味しいの最優先だよ。そいち、普段はどうしてるの？朝か？うん。食べなかったり、ファミレスだったり、コーヒー屋のサンドだったり、コンビニでパン買ったり。家では食べないの？一時シリアルに凝ったんだけど、よく牛乳が切れてて困ってな。チーズになってたもんね。しょうがないから水でふやかすと、これがまたまずいんだ。まだそのまま食べる方がマシ。うわ、ニワトリ。ほんとだぜ。ああなるともう餌だよ、餌。ボリボリやってるとすっごい虚しくなってさ、奥歯に挟まって取れないし。だもんで食べるときはそっと。朝食は贅沢ね、普段ケチなくせに。そう言われりゃそうかな。昼夜の分を朝に回してんだよ。さつきはどうしてんだ。お弁当の余りかな。なるほど。じゃあ、あまり外では食べないのか。全然食べない。だから新鮮だよ。うち田舎だったから
喫茶店とかファーストフードとかあんまりなかったし、ましてモーニングなんて習慣がないの。どの辺とか聞いていいのか。近畿地方と東海地方の狭間。にしては出ないな、言葉。うん、ゆかりと違って私は割と馴染んじゃった。うん。